はい、今回はチャンピオンズリーグ、AC ミラン対、FC バルセロナ、2013年の2月20日に行われたこの試合ですね。いやー、2対0ということで AC ミランが勝ちましたけども、感想としてはね、堅守速攻のね、AC ミラン、鋭い速攻が見られましたね。そしてバルセロナも、バルセロナのサッカーをやり抜いたと。ね、こういうね、まあ、すごい試合でしたね。はい。はい。試合の後にですね、データを見てみると、ボールポゼッションですね、ボール支配率が、AC ミランが 34%、バルセロナが 66% と、いうことで、だいぶね、バルセロナはボールを持ってるんですね。うん。これはね、通常のバルセロナのサッカーができてるという証拠だと思うんですね。うん。相手をゴール前に押し込んで、バルセロナがボールを回すということですね。一つね、私がね、驚いたのはシュート数ですね。ミランが8本、バルセロナが6本なんですね。はい。いいですか、これ。ボールポゼッションがほとんどできてないミランが8本持ててるんですね。そして 66% も試合したバルセロナが6本しか打ててない。これはね、驚きましたね。他のね、ケースとは、違うんですね。うん。ここら辺にね、ミランが2対0で勝利した秘密があるのかなと思いますね。はい、まずね、こちらの図をご覧ください。赤い色がですね、AC ミラン、青い色がバルセロナの選手だと考えてください。で、まあね、前後半共通して考えますので、これでいきますけども、フォーメーションなどはね、多少ね、違うかもしれないですけど、まあ説明しやすくこんな感じにしてみました。でね、前半の最初はね、ミランは、4-3-3 のようにして、前からね、プレスをかけに行くような、そういうね、ことをやってたんですね。最高列のね、バックラインの4人は、後ろを守って、万が一に備えると。そして前の6人がですね、プレスをして、ボールを奪ってしまう。ここに入ってきた、選手のボールを奪ってしまうというね。そういうことをやろうとしていたんですが、やはりね、素晴らしいバルセロナ。これはね、通用しなかったですよね、バルセロナに対しては。レアルとの試合でね、こういうケースは何ともあったんですね。ですから、バルセロナも慣れてるんですね。ショートパスで、このね、前からのプレッシャーをかわしつつ、じわりじわりとね、AC ミランを、押し込んでいくような、そういうですね、まあ、ちょっとね、すごいサッカーが見れました。はい。青のね、バルセロナがボールをね、ショートパスで繋いで、ぐんぐん左の方にね、じわりじわりと押し込んで、ちょうどね、AC ミランを一番後ろまで押し込んだ、状態をね、示してます。で、この状態がね、大方のポゼッションだったんですけども、普通のね、バルセロナの試合ですよね、こうなると。で、あとは、バルセロナは、中央、あるいはサイドをね、崩してですね、鋭い、クロスを上げたりとか、あるいはメッシの個人技なので突破してですね、チャンスを作り出したりとか、1点、2点と、あと点取っていくだけなんですけども、さすがね、ミラン。イタリアらしくですね、きっちり守ることができるんですよね。うん。やっぱこれはね、イタリアのチームの特徴ですよね。ゴール前で引きながらも、しっかり守れると。いうことね。うん。で、右の方にですね、赤い選手、ミランの一人の選手が、トップの選手がいますよね。これはですね、万が一、ボールを取った時にロングボールで狙うワントップ
の選手なんですけど、トップの選手なんですけども、これはですね、バルセロナの最終ライン、センターバックの二人が挟んでボールを取ってしまうと。つまりこの選手触らせないんですね。うん。触らせなければ、まあチャンスにはならないわけね。もう一度バルセロナのボールが続くと。いうことで、まあほぼ完璧なね、状態を作りました、します。はい。こうなるとですね、先ほどの前からのプレスもなかなかしにくいですね。右側にバルセロナが引かないわけですから。ずーっとね、この左側のミランのサイドで試合は進むわけですから、前からプレスとかそういうことができないんですね。うん。この状態をミランは、どうしたか。これが問題になります。はい。今ね、ミランの赤い選手がボールを奪った瞬間をね、作ってみました。そして、これからね、右の方に押し返そうと、速攻をかけるね、瞬間なんですが、先ほども少し言いましたけど、ロングボール一発で、縦にポンとね、蹴って、トップの選手を狙わせる。これをバルセロナはね、しっかり守備してますからできないと。ね、成功率が悪すぎるってことですね。つまり残るのはですね、自分のボールを奪った選手の周りにいる選手、近い選手を使って、ショートパスで攻め上がると。はい、これなんですね。幸いにもミランはですね、中盤にパスセンスのある選手がもうずらりと揃っていて、まあ、自然とできてしまうんですね。このパス、ショートパスの攻め上がりが。何かこうね、練習をこうやってこうやるんだとか決めておかなくてもできるような選手がね、もうずらっと揃ってるわけね。うん、これはね、AC ミランのアドバンテージですよね。バルセロナと戦ってもパスでそこそこできてしまうと。うん。もちろんね、青バルセロナのパスの守備は硬いですよ。しかし、ある程度は繋げるんですね。はい。ということで、パスを繋いでね、そのパスもほとんどパスコースありませんから、空中を使うような、ね、バルセロナ選手の頭を越すようなパス。ちょうどですね、センターライン上に赤い選手がいますね。この選手にですね、浮き球のパス。浮き球のパスですから、トラップも大変ですし、スピードは加速できないですよね。ですけども、なんとか、パスを繋ぐことができると。こういうね、狭い、スペースを見つけ、狭いパスコースを見つけ、確実にパスを繋いでいくというのはね、AC ミランの速攻です。はい。AC ミランの速攻が続きますが、ショートパスを数本繋いでね、このような状態になりました。そして、まあ、トップの選手や、まあ、フォワードの選手がね、サイドに流れてですね、また、パスを、短いパスを受けようと、右下の方に赤い選手が動いてますね。はい。当然中央はですね、もう一人の選手が上がろうとしてますので、バルセロナは捨てることはできないんですね。はい。そして、まあ、このようにショートパスで、複数の選手が、まあ、二人とか三人ですね、が、速攻を成功させようとしてるとですね、これはバルセロナはセンターバックの安全装置の二人だけでは守れないわけですから、ミッドフィルダーがね、三、四人は一緒に帰ってくるわけですね。パスの守備をこなしつつ、まあ、帰ってくるということですね。うん。ちょっとね、左の方ですけども、左の方には、AC ミランの選手がまだ大量に残ってますね。3人以外ですから、ゴールキーパーも含めたら、8人ぐらいかな。うん。で、このね、大量の AC ミランの8人は、速攻に参加できないんですね。うん。参加してはいけないんですね。はい。なぜか、バルセロナの選手が4人残ってるからなんですね。
はい。バルセロナの選手は、どこかでボールを奪い返して、またですね、攻撃を連続させたいんですね。はい。ということで、前方に4人残してる。しかもですね、まあ、イニエスタなどのね、抜群の攻撃力を誇る、人材が4人残っているってことは、AC ミランも分かってるわけですから、上がってはいけないんですね。ギャンブルで、あとね、3、4人上がってですね、万が一ボールが取られれば、もうね、逆にカウンターをかけられてアウトということになりますんで、まあ、これはね、仕方がない。つまり AC ミランは、3人、あるいは最大でも4人ぐらいでしか、速攻できないという状況なんですね。うん。まあね、この状態で、ゴール前までショートパスをつないでサイドを有効に使って、進むことになります。はい、赤 AC ミランがですね、カウンターをかけてますね。そして、ショートパスをつないで、バルセロナのゴール前まで来ました。そうするとショートパスですので、スピードは出ないんですね。カウンターとはいえ、ショートパスを何本も繋いでますので、しかもね、ミランの選手も走って上がってますから、スピードは出ない。つまり、バルセロナのミッドフィルダーたちもついてきてしまうんですね。はい。ということで、最後どうなるかというと、このような形ですね。右側のバルセロナのゴール前にですね、帰ってきたミッドフィルダーとディフェンダーがシュートブロック体制を作ってるわけですね。はい。ペナルティエリアにね、もう5、6人が入ってる状態で、シュートブロックとその隙間を埋めるような、カバーということで、完璧なね、シュートブロックの体制を作り出してます。はい。つまり今ボールを持ってる赤い選手、ミランの選手がここからシュートを打とうとしても、ブロックがあってほとんどね、もうコースがないということですね。このね、状態の特徴的なことは、カウンターを受けてますので、バルセロナは、まずね、優先して有効なシュートを防ごうとしてるんですね。カウンターをかけられるとフリーの選手がいい状態で、シュートを打つ。しかも至近距離から。っていうことが起きやすいのでですね。まず、シュートブロックを優先してこのような状態にしてるんですね。うん。5、6人がペナルティエリア付近まで入ってきてですね、密集してシュートを防いでるということ。でね、まあ、この状態からシュートを打つと、まあ、シュート決定率は落ちますよね、どうしてもね。うん。で、迷ってもたもたしてると、バルセロナの他の選手がね、帰ってきてしまうと、いうこともありますね。あるいは、もたもたしてるうちに、プレスをかけられて奪われると、いうこともありますね。うん。今ね、サイドで2人いますので、ある程度はボール持てるんですけども、それでも時間をかければ、ちょっと危ないという状態になります。はい、はい、まあ、ミランのね、速攻のフィニッシュのシーンなので、よりですね、まあ、いいシュートを打とうとして、中に切れ込んでますね。中に切れ込んで、このままシュートを打とうと、いうことですけども、やはりですね、ペナルティエリアにも、5、6人入ってますので、シュートブロックは完璧なんですね。はい。ということで、無理なシュートを打って、コースを狙いすぎて外してしまうとか、シュートブロックにやって、そこからまた逆にカウンターを受けたりとか、こういうね、ことが起きるわけですね。うん。まあ、この状態ね、うん。
どういうことかというと、AC ミランがカウンターをする、ショートパスでカウンターをする。で、カウンターを成功させて、ゴール前まで行くと、バルセロナは戻ってきた人数で、シュートブロックを優先して固めてしまうと。で、当然ですね、カウンターをせっかくできたんだから、シュートまで行きたいですよね。選手の心理として。せっかくですね、少ないチャンスですので、シュートを打ち切りたいということで、AC ミラーの選手はシュートを打ってしまう。ことも考えられるわけですね。うん。で、まあ、苦しいシュートで、シュート決定率が悪いと。いうことでね、バルセロナの失点が防がれる。っていうことでね。はい。この状態がね、起きやすいんですけども、ムンタリ選手の2点目かな ?2 点目のムンタリ選手の得点はですね、ちょっと違ってましたよね。はい。はい、2点目のね、ムンタリ選手の得点ですけども、ムンタリがですね、逆サイドに張ってますよね。うん。で、この選手に最終的に、センタリング上がって、シュートまで行ったんですが、この直前の状態を今ね、作ってます。はい、ちょっとね、位置とか違うかもしれないですけど、まあ、だいたい分かりやすくこういう風にしてみました。で、サイドで2人ということで、一応持てるんですね。はい。そして、中に1回ね、入れて、インサイドに入れるということはもうシュートレンジですので、まあ、最大の、注意を払って、バルセロナが、シュートブロックに来てると。うん、いうことね。で、まあ、1対5とかそういう状況になってるわけですね。ですから、シュートを打ってもね、ちょっと難しい状況ですよね、これはね。はい。そこで逆サイドのムンタリに、ボールを送り、シュートを成功させるということでした。まあ、ムンタリがね、ほぼフリーになってるのがわかると思うんですけども、これはね、マークミスとかそういうことじゃないんじゃないかと私は思いますね。うん。つまり、セオリーとしてね、速攻をかけられてゴール前まで行かれた場合は、バルセロナはシュートを止めるんだと。うん。センタリングで逆サイドは分かってるんだけども、それよりはシュートをみんなで止めるんだと。こういうね、セオリーを持ってるんじゃないかと思いますね。はい。逆に言うとですね、例えば一人、ムンタリに行ってですね、で、ムンタリをケアしたとしましょうか。うん。そうすると、シュートブロックの力が失われるわけですよね。一人分。またですね、一人ムンタリにマーク行ったとしても浮き玉ですからね、ヘディングで勝てるかどうか。これ難しいですよね。うん。高さの問題もありますし、まあ、体の強さの問題もありますよね。ですからね、逆サイドは捨ててるんじゃないかと、この状況では。うん、そんな風にも感じました。はい、まあ、かなりね、論理的に、AC ミランが得点したみたいに感じますけども、じゃあね、バルセロナはどうしたらよかったのかということです。ショートパスによって、速攻をかけられて、最後、シュートか、クロスかという選択になったときに、クロスを上げられたと。ね。で、逆サイドがケアできないと。いうことですね。で、今ね、バルセロナの前方の4人に帰ってきてもらってますね。はい。この4人に帰ってきてもらえばですね、まあ、逆サイドの、もったら上の方のね、赤い選手、逆サイドの選手も、マークできる人数は揃ってますよね。うん。つまり11人が走って帰ってくれば、まあ、ほとんどの状況に対応できると。
中央でシュートもブロックできるし、逆サイドの浮く選手もケアできると。また、ボールサイドですね、下の方の2人。この選手にも、マークして、プレスをかけることができる。うん、まあ完璧ですよね。はい。この状況が作れれば、失点を防げたんじゃないかと思いますね。うん。で、こういうふうに考えて、ふと思ったのはね、これって、この状況ってですね、バルセロナが押し込まれた状況によく似てるんですね。はい。バルセロナが完全に押し込まれた時、本当に数えるほどしかない状況なんですけども、確かあるんですね。一試合に何回か。うん。この状況の時はですね、バルセロナはどうやって守るかというと、中央に、人をかなり配置してですね、そして、人数をかけて、再度もプレスをかけてしまうということ。これをやってます。はい、バルセロナがね、完全に押し込まれた時のモデルをね、ちょっと作ってみました。ちょっと赤い選手、AC ミラン選手が足りませんけども、まあ、中盤にもうちょっといると考えてください。で、この状況だとですね、ボールのある付近を見ると、サイドの選手にも相当なプレッシャーがかかっていることがわかりますね。まあ、もたもたしてたらボールを奪いに行くよというね、そういうプレッシャーですね。自由には裁かせないということ。バックパスはね、許すんですけども、細かいね、崩すようなパスはなかなかね、許さないっていうね。あるいは、中央の、や、中でのね、ヘディングもですね、まあ、人数これだけいますから、ピンポイントで、来ないと、得点はできないという状況です。つまりこれはね、中央をまず苦しくさせて、うん、精度の高い、タイミングのバッチリあった、クロスしか許さないようにしてですね、そしてボールのあるサイド、サイドの選手にもプレッシャーをかける。これによって残りをね、精度のあるタイミングのバッチリあったクロスボールを上げさせないという、そういうね、方法なんですね。質の高いクロスボールしか受け付けないような中を作っておいて、サイドでは質の高いボールは許さないような、そういうプレスをかけると。ね。ということで、まあ、ほとんどね、有効なクロスが上がってこない。それはね、ふわっとしたね、逃げるようなクロスが上がりますよ。うん。しかし、それでは、バルセロナからは、得点できないと、いうことですね。はい。これはね、押し込まれた時の特殊な状況ですけども、人数をずらりと並べて、ゴール前を固め、失点を防いでるということが言えると思います。はい、引きの絵でね、もう一度上から見てみるとですね、まあ、得点の2点目のね、直前のシーンですけども、バルセロナの前の選手が、帰ってきていないっていうことですね。で、帰ってきていないからこそ逆サイドに赤いね、AC ミランのムンタリがフリーになって、そこにクロスができたということでした。そして、クロスを上げる人間にもほとんどプレッシャーがかかっていない状態ができるということね。まあ、これはね、この状態では、シュートを優先して防ぐために、バルセロナのミッドフィルダーたちが、中央を固める。これね、しょうがないことなんですね。で、私がね、先ほど言っていた、じゃあ、フォワードまで帰ってくればいいじゃないか、ということがありますよね。うん。確かにね、フォワードまで一緒に帰ってくれば、先ほどのように、サイドの選手もプレッシャーがかかるということで防げたかもしれないですね。うん。しかしそれはね、まあ、
ちょっと綺麗すぎるね、解決方法なんですね。実際にはできないんじゃないかと思いますね。実際にはフォワードはね、帰ってこれないんじゃないかと私はね思います。バルセロナのねフォワード、あるいは攻撃的ミッドフィルダーは、もう完全にですね相手のゴール前まで、入り込んでるんですね。深くまで入り込んでると。そして、ボールをね、パスしたりキープしたり、あるいはシュートしたりする前の段階で相当走ってるわけですね。そして、そこで体力をね使ってる、あるいはシュートを持ち込むために体力を温存してるとも言えますね。ですから、万が一ねこの前の4人が、青のね4人が、速攻のたびに、 AC ミランの速攻のたびにですね、カウンターのたびに、自陣のバルセロナのゴール前まで帰ってきてしまっていたら、これはもうね体力が続かないんじゃないかと思います。もう前の、ね、4人は、メッシやイニエスタはですね、もう攻撃するときにですねもう最大のフルパワーを使うんです。特に、負けてる試合なんかそうですよね。攻撃に最大のパワーを使いたいと。それなのにボールを一回取られたぐらいでまた走ってですね自分の陣地まで戻るということはね、これはもう体力的に、不可能なんじゃないかと、そんなふうにも思います。はい、まとめです。2点目のね、バルセロナの失点シーンを中心に解説しましたけども、よくね本質的なことが現れてるなぁとね思いましたね。本質的なこと、つまりバルセロナの強さの秘密がねよく現れてるんですね。バルセロナが強い時の形っていうのが大体決まっていてですね、一つは、左側の AC ミランのゴールに、押し込んだ時、つまりほとんどの選手が AC ミランのサイドに入ってボール回しをしている時ね。フィールドの10人がほぼ AC ミランサイドに入ってですね、7、8人がもうボール回しに参加している時、これはなかなかボールを取られないですし、万が一取られたとしてもすぐにね取り返せる体制が整っているということ、つまり相手のサイドで人数がいる、そして全員が、密集しているとき、これはバルセロナの非常に強いんですね。そしてもう一つ、今度は自陣ですね。自陣に押し込まれたときにですね、右側に押し込まれたときに、フォワードの 1,2 枚は残して、後の選手は全員、ペネテリア付近まで帰ってくる。このときはですね、本当に強いんですね、バルセロナは。失点をしないんですね。はい。有効なクロスも上げさせないでして、中も、そこそこのクロスじゃ、失点しないように守備してると。いうこと。はい。つまり、このね、フィールドの10人が、固まっている時にバルセロナは最高の、パフォーマンスを、見せるわけですね。はい。このね、はい。で、このですね、失点シーンですけども、見たらわかるように、青の選手、バルセロナの前方の4人と、ディフェンダー、ミッドフィルダーの、この6人がですね、ちょうど分かれちゃってますね。はい。分断されてますよね。これ原因は、前の4人が帰ってこれない状況だと、いうことなので、ちょうど4と6にですね、分かれてしまってるんですね。先ほどのバルセロナが最も力を発揮する、
状態、は、全員がね、同じサイドにいて、密集してる。これがですね、この瞬間は作れてないんですね。うん。まあもちろんね、こういう状態を、20秒とか続ければ、それは前の4人だって帰ってきますよ。ゆっくり。しかし、そのね、短い時間だけは、上下に分かれたような、そういう状況が起きているということです。つまり AC ミランは、このね、状況を作って、意図的にね、作って、得点を狙ったんじゃないかと。そんな風にね、思います。